はいどうも、弱小セドラーの高田です。はい、というわけで、今日もね、えー、セドラーがリサーチするだけの動画、略してセドリサというわけでやっていこうかなと思います。はい、えー、ちょっとね、あのー、口内炎がね、もう8割くらいもできてしまいました。はい、でも歯に当たってね、もうすごい痛いです。はい、というわけでね、今日こそ、えー、10分以内目指してね、 えやっていきたいと思います。はい。じゃあ、えっと、今日はね、何を見ようかな。うーん、今日はゲーム、見ていきましょうか。はい。ゲームの売れ筋ランキングからのリサーチですね。はい。あのー、僕は、ホビー、ーおもちゃ、ゲームしかやらないんで、はい。あのー、もうとりあえずね、この3つをやればいいと思ってます。マジで。うん、僕も本当にね、この3つばっかりやってたんで、で今もほぼこの3つなんで、はい。 でそれだけで何十万も稼げますから、ここはね、あのー、宣言していきたいなと思いますよ。はい。というわけでね、えちょっと見ていきましょう。えー、っと、まあね、あのー、第2話くらいでね、ゲームやったんかな。はい。で、その時からね、変わってるものだけちょっとね、ピックアップして見ていきましょうか。これがね、毎日見るってことなんですよね。変わってるやつをまた見ていくって感じです。最初は全リサーチみたいな感じですよ。はい。まあいいわ。というわけで、えちょっと見ていきますね。 動物の森はね、えー、相変わらず1位でね、トップ独走中ですね。この島は。うん、この島最強ですね。はい。で、アマゾンが4月23日に伸びたと。で、まあ、売れてるかどうかはまあメルカリとか確認して、この辺が相場とかね、見てもらっていけそうなら、知れるって感じですかね。これ、上心に大量にありますよね、最近。あのー、上心の、 なん上心のみなんですよね。今日も上心行ったら置いてたんでね。まあ仕入れしなかったですけど、動物の森は。うん、上心だけずっと残ってますね。なんでまあ、これ、上がったらこいつを完全に消えて、もう7000、8000近くまでズドンって上がってきたら、まあ仕入れるって感じですかね。だからカートに入れると。いう感じです。はい、次。これ、もう伸びてますね。4月23ということで。 これもね、結構ね、テンポ品切れ多いですよね。はい。なんで、まあ、これもね、えー、次上がってきたらし入れるって感じで、まあ、カートに入れときましょう。うん。まあ、これとか、リングヒットアドベンチャー、スイッチ。まあ、俺はもう鉄板でずっとプレミアですね。聖剣伝説3。ああこれ前あったかななかったっぽいですね。なんか、聖剣伝説って確か昔のゲームですよね。めちゃくちゃ。1がめっちゃ昔じゃなかったっけそんなことなかったかな あれは、あれは、女神転生か。あ、ちょっと間違えてましたね。女神転生ですね。うん、じゃあ4文字なんでねあ。ちょっと間違えました。はい。えっ、ー、と、こういうね、見たことないやつ見たら、ちょっと限定版があるか。まあ、甘ンは関係ないんで、あの、の限定版なさそうですね。うん。こういうの限定版とか買ったらね、熱いんですよ。聖剣伝説って、な聞いたことあると思うんですけど、ないですか。多分あると思うんですけど、 こういうね、メジャーなタイトルはね、限定版とかあったら結構熱いかもしんないんで、これ探すんですけど、まあないと。ってなったら、整形年数2。2はどうかなとか、ちょっと見てみましょうか。はい。整形年数、今3の予約なんでね。2。これですね。評判は悪いですね。うん。よく、あまあ普通くらいか、ゲームやったら。でも、アマゾンは枯れてますね。うん。アマゾンいないですね、これ。 多分ずーっと上行ってもいないんでアマゾンは枯れてるとはいはいはいなるほどじゃあこれ電脳とかでいけないんかなちょっと見てみましょうか電脳でまあそもそも売れてるかどうか確認したいですけどまあここまでねメジャーなタイトルだと普通に売れてるんであんまね物売れとも見なくていいレベルだと思うんですけど 売れてますね、これ1ヶ月でこれくらいなんでも全然売れてると最近特に売れ出してきてるって感じですかねはいでまあ電脳でね見ていきましょうちょっと楽天見ていきましょうか最安ねここで3280円でそに在庫があるとでポイント合わせてっていう感じなんでまあまあまあ3000円くらいで仕入れができるのかなってなって まあ利益は出なないいででですすかあでもこれプライムじゃないですね3,395円プラス400円の配送料なんで3,700円でこれプライムじゃないんでプライム最安値どこやろうあここですね3,400円はいはいはい3,400円やったら利益はえー、っと大体えー、っと15%なんで手数料がまあちょっと利益で出るかなって感じですかねはい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  うん、ちょっと利益出ますね。あでも普通、うん、3、400円くらい多分利益出ますね、これ。ただまあ、あの、プライムがね、こうガーンってこう上がってるじゃないですか。ここでね、売れるかどうかっていうのがね、もちろんわからないわけなんで、まあでもこれくらいでも全然売れてるんで、売れると思うんですけど、こういうのは、あの、最初から思いっきりね、立て積みせずに、あのー、1個だけ仕入れるんですよね、こういうの。 一本だけ仕入れて、実際売れるかどうかを確認して、あ、即売れだな、みたいな感じだったら、みんなね、こういうの怖がっていかないんで、売れるんかな、みたいなみんな思うんですよ。なんでみんな行かないんですけど、まあ自分だけ知ってると。まあそういったのが結構熱いんでね。はい。まあそういう感じでやってもろて。はい。えー、まあ、聖剣伝説3はで限定版ないんで微妙ですねで。ちなみに聖剣伝説3ってどんなゲームなんやろうちょっとだけ見てもいいですか これはもうリサーチなんでね。はい。聖剣デーズ3見ましょうか。なるほど。ほうほう。どういうゲームなんやろうれあれか。アクションゲーム。おトライアル・オブ・マナ・コレクターズ・エディションって何かありますね。あなんかあるぞ。ちょっと待てよ。何かありますね。コレクターズ・エディション。 エディションコレクターズエディションはでもないですね。アマゾンにはないけど、ここに書いてますよね。セゲデス3トライアルズ・オブ・マナー・コレクターズ・エディションと。これはちょっと謎ですね。うん。どこに出てくるんかな 1995年に発売されたアクション RPG。ああ、やっぱ黒いゲームですね、かなり、うん。なんか昔に聞いたことあるなと思ったんですよね。はいはい。フル 3D。なるほど。かわいいですね、これ。なるほど、なるほど。これ結構、ビッグタイトルやし、これ、あれですね、もし本当にあの限定版があるんならば、結構熱いかもしれないですね。うん。これちょっと要チェックですね。ちょっと後で調べてみます。ちょっと皆さんもぜひね、調べてもらって。 はい、ちょっと動画でね、調べてたら、あのー、無言になっちゃうんでね。<laughs> はい。あのー、だから、まあちょっとね、皆さん各自でちょっと調べてもろて、はい。ここ、もしかしたら、限定版あるかも、と感じですね。はい。次。で、次ですね。お ?Xbox Live 12月ゴールドメンバーシップって、多分ね、こういうのね、皆さんね、見逃すと思うんですよ。こんなん、もうなんか、 デジタルコードとかどうでもいいわみたいな感じでオンラインコードとかは転売できないよみたいな感じで多分ね見逃すと思うんですけどこれがねランキングに入ってきた意味を考えるんですよはい今まで入ってきてなかったですけど急に入ってきたですよね XBOX Live、まあ、そもそもこれは何なのかっていうと 多分、まあ、書いてある通り、12ヶ月、Xbox One やえ Xbox 360でフレンドとのオンラインプレイを楽しんだり、無料ゲームや特別割引などの特典を手に入れようというわけで、まあ、これを買うことによって、あのー、Xbox でなんか無料のゲームとか割引を使ったりとかっていうのが、まあ、できると、えー。そういったね、えー、まあ、ことができるまあデジタルコードって感じですね。うん。それが12ヶ月。 月続くと。じゃ、それがなぜ入ってきたかってとこですよね。Xbox ってそんなね、人気はないんでね。はい、日本では。うん。もなぜかね、入ってきたってことで、まあ、何かがあったんでしょうね。うん。あ、これとかもちょっと気に,、ま、気になりますね。Xbox シリーズ X。まあ、Xbox One の次ですね、これ。うん。まあ、何があったかっていうと、<laughs> これですかね。 Xbox ゲームパス全部入りを半額以下で契約する方法と。うん、これですね。Xbox 向けが月850円。PC 向けが月450円。で、えっ、ー、と、Xbox Live、えールドも含む Xbox ゲームパス売るタイム、タイメイ。あ英語が苦手すぎる。えっ、ー、と、次1100円と。で、まあ、まあ、これでね、あのー、 要するに定額ゲームサービスが使えるって感じですね。はい、これで多分 Xbox の需要がガンと上がったんですよ。はい。これを、この Xbox ゲームパスっていうの、この450円これ850円で、これ入ることによって、このマイクロソフトのゲームが定額で遊べるようになるんですよ。ま、あのゲームソフトって一本5000円とか6000とかするじゃないですか。あれが850円で毎月遊ぶことができると。はい。もちろん、あの、すべてじゃないですけど、 えーまあ、限られたゲームになると思うんですけどそれがね全部ね、あのー、定額で850円という安さで遊ぶことができるということで、まあ、XBOX の需要が上がってねこういったものも入ってきたって感じですよね。はい、ってなってきたら XBOX でで調べていくんですよじゃあプレミアになってるやつが出てくるかもしれないと。 はい。ちょっとね、言い方が気持ち悪いですけど、ちょっと申し訳ございません。はい。えーと、ープレミアですね、これ。うん。Xbox One のワイヤレスコントローラー。あー、これプレミア,レミアですね、うん。ちょうどね、これ、あの、3日前に買いましたね。ヤマダ電機で。はい。あ、もう個人用で。はい。<laughs> 個人用でヤマダ電機で買いましたね、これ。うん。で、これ、Amazon がプレミアになってたんで、僕は買わなかったやつですね。はい。 <laughs> はい、なんであのー、やっぱね、Xbox 自体の需要が上がることによって、このコントローラーの需要も上がってくるんですね、これ、うん。これプレミアですよね。これもプレミアじゃないかな、6880円。多分プレミアですね。これは定価いくらなのかな。な !10 分超えてしまった。また10分超えてしまった。あー。やっぱリサーチってしてたらちょっと長くなっちゃいますよね。あ、なるほど。はいはい、はい。まあでも普通にプレミアですね。 6450円が今6880円と。で、多分ね、あの、店舗だともちろん、定価で置いてることはないと思うんで、家電量販店の方だとセ、ねうん、10%引き、20%引きとか、あのー、ポイントがあるとか、まあそういったところがあるんでね、はい。まあまあまあ、利益取るか分かんないですけど、はい。えっ、ー、と、まあそんな感じですね。あ、これも、これも確かプレミアですね。はいはいはい。あ、これ、山田電機置いてありましたね、これ。 これ僕が見た時はまだね、Amazon がいたんですけど、これプレミアになったみたいですね。8480円ということで。はい。ぜひともね、明日ちょっと、そこの山で電気にね、仕入れでも行こうかなと思います。はい。というわけでね、Xbox のこういうのが上がってたら、まあ、Xbox 関連も見るみたいな感じですね。はい。というわけで次ですね。うーん。まあ、それくらいかな。あとはまあ、この辺はいつも通りですね。いつも通り、いつも通り。 あ、これめちゃくちゃ上がりましたね。44,800円。ああ、結構上がりましたね。うん。このまで、2日前、3日前くらいまでは41,000円とか2,000円とかだったんですけど、結構上がりましたね。やっぱかっこよかったか。やっぱ表紙のパワーか。いや、これかっこいいですよね、やっぱりね。うん。でゲームをね、もう僕も顔を買う寸前ですよね、今。 あんまね、ちょっとね、やる時間がないんでね、ちょっと迷ってるところですね。あ、それと今、あのー、ファイナルファンタジー10をね、やり直し中なんでね、はい。ちょっとね、記憶がね、あんまり残ってなかったんで、でね、あの、以前コメントでね、FF10 めちゃくちゃ好きですってコメントいただいたんで、えー、ちょっとね、僕、あんまり覚えてないってことをね、あのー、言えなかったんで、はい。あのー、改めてね、えー、ちょっともう一回やろうと思ってね、今やってる途中ですね、はい。 やっぱね、面白いですね。はい。FF10。まあ、神ゲーかなと思います。まあ、どうでもいい話ですね。はい。えー、まあ、どうでもいい話をね、長々としてしまいますよね。はい。で、次。あー、PS4 も上がってきましたね。これ多分、エディオンが一番安いんじゃないかなと思いますね。今日、ちょっといろいろ店舗を回ってみた結果。うん。エディオンが最悪、最安かなっていう感じですね。はい。 利益もね、出たんですけど、ちょっと剥離だったんでね、資料は見送りました。はい。まだ店舗もね、残ってるんでね、でもちょっと消えつつあるんでね、要注意ですよ。カートに入れましょう。はい。で、次。うーん、まあ、それくらいかな、ここは。これとかもね、リサーチしたいですけど、ちょっと次ですね。これだとまだプレミアじゃないですよね。はい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 。 で、これのコレクターズエディションがプレミアなんですよ、今。うん。プレミアですね。はい。これもね、プレミアスすね。今見たら。ツリースピリッツの任天堂スイッチバージョン同コン版と。えツリー釣りスピリッツってね、なんかめちゃくちゃ子供に人気みたいですよ。これほら、やっぱ評価高いんですよ。めちゃくちゃ。うん。で、これがね、もうめちゃくちゃ面白いみたいで、子供はもうなんか、 狂ったようにやるみたいですね、これを。はい。あの、まさにね、ちょっとね、あの、脳汁が出るのかもしれないですね。はい。まあでも、ちょうどね、あの、今がね、あの、コロナで自粛中ってことでね、あの、釣りもね、あまり行かない方がいいっていう感じだったんで、やっぱ、こういうね、家でできる釣りみたいなね、需要があるんかもしれないですね。うん。たぶその需要が強いかなと思います。 なんで、まあ、そこから考えると、やっぱ家でできる系が強いですね。はい。家でできるもん。うん。そういうのがやっぱね、あの、強いと思います。なんで、それ系で調べたら結構いい感じかなと思いますよ。ちょっと気になります。アマゲンか。アマゲンですね。はい。次。まあ、マイクはプレミアと。で、これは多分アマゲンですね。アマゲンと。 まあそんな感じですかね。これもなんかちょっと上がってるんかな。うん。あとは、うん、まあリサーチしたいものはいっぱいありますけども、時間がね、15分以上になっちゃってると。はい、もう長すぎですね。まあそれくらいですかね。お、これも枯れたんか。うーん、マジか。これ前までアマゾンがいたんですけどね。アマゾンが入荷予定みたいな。 枯れましたねこれもしかしたらこれは結構なヒントですね。あの、プレミアになる、かなりプレミアになる前触れかもしれないですね。嵐の前の静けさ。うん。ですね。はい。まあ PSO は要チェックですね。第2のスイッチになるかもしれないですよ。うん、なったら激ツというわけで、まあね、さっと動けるようにテンポリストとかもね、作ってた方がいいかなと思いますよ。はい。 というわけでね。まあ、こんな感じで終わろうかなと思います。はい。ちょっとね、口内炎が痛すぎてね、あのー、口をうまく締めれないということでね、あのー、滑舌がいつもよりもね、悪いということで、えー、聞きづらくなってしまったと思うんですけど、はい。まあ、こんな感じでね、せどりさ、ゆるーくやっていこうかなと思ってます。はい。それでは、ご視聴ありがとうございました。さよなら。